皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカー遊んでいきます。今回はいいねランキング難しいから、この1の1はヘルメットがなければ即死だった月平さん、クリア率約 2%、 17秒のベストクリアタイム遊んでいきましょう。1の1シリーズですね。今回はサムネからしてトゲがたくさんあるということは分かった。これはこれでいいのかな。はい、しまった、メットかぶれてない、メットかぶれてない、メットかぶれてないと即死なんでしょ。おーし、オッケーオッケー。ああどうしよう、どっちに行けばいいのか分からなくなるけど、これは蹴っておく、こうするべき、入るよ。入った瞬間にトゲがあったら死んじゃうんだけど、あ、よかった、メット出てきた。積んだかと思ったわ今本気で。よいしょ、あ、しまった。なんで今メット蹴っ飛ばしたんだろう、アホなのかな。で、上からメットが出てくるけど、今はかぶってるからいいか。はい、これをかぶってお邪魔しましょう。そしたら次の赤コインはどっちにあるんだろうな。ここはどうやって行こうか。とりあえずこのメットをかぶんなきゃダメでしょ。右側の動いてるメットをかぶっていくか。おい、 OK じゃないか。あ、しまった、こいつは蹴っ飛ばす。眠的時間お邪魔しますの。こっからが難しい、こっからが難しい、こっからマジ集中。ほい、メットをかぶってかぶって蹴っ飛ばして、オッケー、かぶれた、かぶれた、これはいけるでしょう。オッケー、あっそう、よいしょ、これどうするかな。踏んでいくか。あ、踏めないのね、踏めないのね、踏めないのね。ピンクコインゲットしてゴール。コイン全部取っても意味ないんかーい。何のために頑張ったんだ、畜生め。いいか、面白かったからオッケー、ありがとうございました。この1の1はヘルメットがなければ即死だった、確かに月平さんのコースありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくる。お次はこちらのコースを遊んでいきましょう。20秒スピードラン、皆さんお化け屋敷に入れますか、かっこわら、笑われた。アルファちゃんさん、クリア率 9.5%、18秒のクリアタイムですね。難易度難しいに入ってる割にはクリア率高いんで、まあなんとかなるでしょう。うん、きっと余裕余裕、任して、一発クリアでしょう。ねえ、 9% をクリアできなかったらまずいですって。こんだけマリオメーカーやってて、畜生め。まあ分かってた分かってた、こうなることは分かってた。このくるくるクールがスピラーの一発でクリアなんてできるわけがないっていうのは分かってた。詰まっちゃったけど大丈夫かね。お化け屋敷に入れますか、本当に。あ、こっち、道が分からなかった。バネで弾かれて20秒って時間が短いから逆にギリギリだと思うんだよね。ほら、やっぱり。まあさすがに3度目の正直で大丈夫でしょう。うん、今度はもうフラグ立てないよ。あ、また詰まった。あそこの音符結構詰まるな、要注意やで。パウを投げて、さっきとあんまりタイム変わらない気もするんだけど、これまずくない？巻きにあった？やったー、3度目の正直、ちょっと詰まっちゃったけどギリギリクリアできたわ。9秒8、あと 0.2秒残しくらい。いや、9秒5だったか。結構余裕あった、ありがとうございます。20秒スピードラン、皆さんはお化け屋敷に入れますか。お化け屋敷は大好きですよ。はい、お待たせいたしました。お次もスピランコースですね。暑いので涼しさを演出してみました。スピードラン、りょうさん、36秒の 4.44% クリア率が嫌な感じ。早くね、僕がクリアしてクリア率変えてあげましょう。やばい、これ苦手なやつだ。くれくれくれからの、いいんじゃない、珍しく反応できた。くれくれくれ、オッケー。熱いな、このコース。またもう一回くれくれくれ、パウ投げ、
これは投げちゃっていいやつ。おい、詰まった。お邪魔しましょう。右であった。ガロンをぐちゃぐちゃに踏みつぶしてからのくるくるくる。床を降りていくのかと思ったら上に登るのか。オッケー。イカさんを避けまくって、しゃがむしゃがむ。今、下矢印出てんのになんでジャンプしたし。お邪魔して、次、テレサをしゃがんで避ける。さっきはなんで当たったし。だから、オンプジャンプはやめてほんと、ここ上かわからなかった。縮小目、残り5秒間に合え。間に合って涼しくさせて、くるくるくる。ほら、間に合わなーい。お邪魔します。残り6秒。さっきより早いぞ。からの、くるくるくる。あえー。ここもうちょっと早くジャンプしないとダメか。よいしょ。このね、色の配色は涼しいよ、本当に。それは間違いない。コース自体は熱い。よしこさんです。燃えるよ。遊ぶと燃えるよ、このコース。逆に熱くなるよ。まったく。どうしてくれるんだ。よいしょ。やっぱりね、夏場はね、よく辛いものを食べて汗をかいて涼しくなろうなんていうのもあるじゃないですか。このコースはどっちかというとそんな感じ。早めジャンプ、早めジャンプ。くるくるくる。メットを踏んで、てっぺん取れなかった、畜生め。マリオタイム。ほほー。いやー、よしこさんだわ。空を駆け抜けている感じもあって、氷ブロックと雲をうまく使って見た目にも涼やかに。夏らしい、いいコースでした。りょうさん、ありがとうございます。それでは、今日はもう一コース遊んでいこうかな。はい、それでは今日はラストこちらのコースを遊んでいきたいと思います。ピヨピヨ、キノコトランポリン、立ち早さんという方のコース。クリア率は 6.91% ですね。まあ、なんでこのコースにしたかっていうと、この立ち早さんという方のミーが、草花さんのミーにそっくりだったんで、なんとなく気になっちゃいました。早速遊んでいきましょう。ピヨピヨ、キノコトランポリン、マッシュルームトランポリン。アミーボは何が入ってんのかな。ドンキーコング、ジュニア。違いがわからない。よいしょ。あれ、ドンキーコングとジュニアはわかるんだけど、こいつは誰。あれ、こいつがジュニアだっけ。その辺どうなってるんだっけ。ドンキーコングってまともに遊んだことは実はないんですよ。あー、今日は最初のステージでもこっちでもトゲにやられるんだな。じゃあ次、こっち。あれ、これジュニアですよね。違うのかな。違ってたらごめんなさい、本当に。何言ってるんだこいつって思わないようにお願いしますね。登っていくーる。よいしょ。いいね、トランポリンだわ。自分でね、ポンプブロックの扱いが苦手だっていうのは分かってるんで、こういうコース遊んで少しでもできるように練習しないといけませんからね。あ、やっぱりこういう仕掛けになってるんだね。じゃあ次はこの親玉っぽいでっかいやつ、こっちでやっていきましょうかね。オッケー。待って待って、なんかいっぱい来たよ。オッケーじゃない、オッケーじゃない。一発で抜けられたの今すごい。当たっちゃう。ツタが出てくるのを待つんかーい。いいね、ツタが出てくるのを待たなきゃいけなかったんだ。次はドスンさんか。オッケー。ゲスト怖いよー。中間、このまま行こうかね。お邪魔しますよ。あっそーん、あっそーん、ゴリゴリあっそーん。これでいいの。ただのおっさんになってるけど、畜生めー。いやー、やっぱりね、こういう難関コースを抜けていくには親玉が出しゃばらないとダメですよね。子分任せじゃいいコースはできませんよ。はーい、はーい。見た、今の皆さん、これをゴリゴリと言わずになんという。オッケー、あっそーん。しかもこれも突破できていないというね。よいしょ。これで赤コイン4枚か。これで全部だったかな。どっか取り逃してたりするかな。
これは上に当たらない？本当に怖いわ。よいしょ。くるくる、あっそー。ほら、難しいって。音符の扱い苦手なんだよ。ゆいちゃんと私の友情パワーを見せつけてあげましょう。その名もゴリゴリパワー。よいしょ。オッケー、ゴリゴリ大正義。よし、今のはひどいよね。ごめんなさい。いやー、さすがにちょっと自分でもこれは反省だわ。ドン引きだわ。やりすぎかな。よいしょ。ここはゲストが出てくるかい。ただでさえ苦手なのに。おお、ピンクコイン全部揃った。赤コインだっちゅうの。どっちでもいいか。イエーイ、ボーナスエリア。コイン回収しての、あと13枚集めていこうか。せっかくだから。オッケー、いいところで0枚で、あ、取っちゃった。コイン0枚でクリアしようとしたのに取っちゃった。畜生め。なんか今回はこういうことが多かったな。いやー、難しかった。ピヨピヨ、キノコとランポリン、草花さん、草花さんじゃない、立ち早さんのコースでした。ありがとうございました。いいね。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録皆さんよろしければしていってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。